塗り木雄之です。今日はですね、今福岡に行ってます。出張でね、1、2ヶ月に1回ぐらいのペースで、福岡でも美容師してるんですけど、ちょっとね、今それで空港に向かってるちょっとタクシーの道中で今撮ってます。今日はゆとりがあります。11時ですよ。11時45分の飛行機に乗って、で向こうに2時前ぐらいには着いて、福岡のでご飯食べて、3時から今日も早速営業開始ですね。声今やばいっしょ。寝起きないよ。今回のテーマはゆとりを持ちます。この前ね、福岡行った時もうね、いろいろ全部バタバタだったんですよ。バタバタで爪爪みたいな。もうね、今回はそれをなくします。じゃあ行ってきますんで、今からちょっと飲み物買って、お弁当買って飛行機乗りたいと思います。もうこれ家から仕事場までこれで行きたいもん。2倍速。これ僕めっちゃ好きなんですよ、この飛行場のね。ちょっと弁当買ってくるんで、じゃあまた福岡で次やりましょう。はい、ようやく福岡に着きました。もう寝てました。今博多駅着いたんですけど、もうね、今ね、時間で、ね、今なんと14時急ピッチで天神大名の方に向かいたいと思います。じゃあ、おはようございます。2日目スタート。2日目もですね、たくさんお客様を幸せにできればと思います。ではもうちょっと時間ないんで行ってきます。1日目もすごい充実でした。じゃあ、バイバイ。福岡2日間の営業が終わり、今からですね、ご飯を食べます。で俺らさ、歩くスピード速くない？速い。めちゃくちゃ速い。速いんですよね、歩くスピード速いんよ。光の速度でね。シュン。ちょっと3日目ですね。いろいろと何笑ってるんですか？3日目がですね、もう今もう夜になってます。はい。いろいろ端折りました。理由は、ホテルでね、大体寝てましたね、ちょっと。ね、結構寝とったくない？寝てましたね。なんかまあ、そんな感じで、今ね、ちょっとね、ドライブしております。今からね、あそこ行こうかなって、テリハにでも行こうかなって思ってますよ。まあ、今回の休みの日の、メインイベントは、ゆったりすること、やったんで。ゆとりのあるね。そう、ゆとりのある、2日間送りましょうという。やっぱね、東京へとね、時間過ぎるのがやっぱ早いわけですよ。なんかもうみんなね、せっかせっかしてんで。僕もそうですけど。この先右折専用レーンが連続します。僕もですけど。この先右折専用レーンが連続します。僕もですけど。今回はだからもう本当にゆとりのあるね、2日間にしようと。そしたらね、もうゆとり持ちすぎて1日終わっちゃいました。ね、記憶ないね。記憶がないです。3日目の記憶がございません。そのくらいね、ちょっとゆっくり寝てて、まあ気持ちよかったね。気づけば夜ですよ。で、今後ね、大阪もね、ちょっと今考えてるんですよ。美容師として行くことも考えてて、そうなったらね、もうなんかいろいろね、たこ焼き食べたり、お好み焼き食べたり、串カツとか食べたりしたりして、なんかね、ゆっくりできればなとは思ってるんですけどね。まあそんな感じで今日はゆっくりね、しようかなっていう気持ちですよね。で、まだ明日ももう一日あるんですよ。それもあった、今日こんなダラダラした理由。それが良くない。本当はね、大分とか行ってさ、あれしたかったよね。なんかホテルさ、泊まってさ、なんかゆったりしてさ、温泉使ってゆったりしてみたいな。それでも、そのゆったりってね、ゆったりの中にすごい労力使うよね。移動とかね。そう、旅行からの旅行ってもうさ、どんな体力しとんてんね。もうそんなね、体力ないなって、今回の
実感しましたね。まあでもそんなこんなでね、結構僕は夜行性なんで夜は動きますよ。やっぱ夏って夜の方が良くない、うん、ね、で、うん、思い出のやっぱなんかね、地に行ったりするのもまあこうやって地元に帰ってきたことの醍醐味というかではあるなぁとは思いますけどね。てな感じですかね。とりあえず今からね、テリハスパリゾート。もっとゆったりします。すごいゆったり。この先、左折専用レーンがあります。すごいゆったりする。皆様お疲れ様でした。4泊5日の長い長い旅だったですが、もう皆さんのお気づきの通りね、インスタの方が乗っ取られまして、もうもうそれにつきます。この旅行が楽しかった楽しくなかったそんなんじゃないです。もう乗っ取られました。もうそれで頭がいっぱいでしたね。一応もう新しいアカウント作ったので、そちらのフォローをぜひよろしくお願いいたしますということで、はい、もう言葉出ないですね。あんま寝れなかったです。もう最後の日なんかいろんな感情がとりあえず分かって吐きそうでした。またね、東京行って変わらずね、美容師でやっていくこととか何も変わんないんで、まあ僕自身元気で健康でいるんで何も問題ないんですけど、あとね、お客さんとか普通にフォロワーの方からめっちゃね、励ましの連絡というかすっごい数もらって、まあまた一から頑張ってやっていこうかなと。今多分ここら辺に乗ってるんで、ここら辺にどっかこれ乗ってますんで、こちらのね、インスタグラムのフォローをぜひよろしくお願いいたします。今日ね、もうこの後帰ってすぐサロンに戻って、また美容師として東京で頑張りますんで、こんな感じかな。最後はお弁当でも買ってね、ちょっと気持ちを上げて帰りたいと思います。無事にですね、改札というか、なんだっけ、ここ保安検査場抜けて、今もうフライト前ですね。また福岡のね、お客様とたくさん会えたんですごい楽しかったです。とりあえずインスタ、TikTok、YouTube ですね、すべてぜひまた頑張っていきますんで、また体力温存のため飛行機で寝てね、11時からのサロンワークに向かいたいと思います。皆さんおはようございます。もう今もう家帰ってます。一旦家帰ってこの後仕事に出勤しますね。いやー、ほぼ旅の振り返りみたいな感じだけど、もうちょっとインスタが飛びすぎてそれしか今頭にないけど、全部持ってったね。もう全部持ってかれました、オチも全て。まあでも結局福岡でね、美容師した分に関してすごいね、またたくさんいい出会いがあって、すごい楽しかったです。毎回たくさんの方来てくださるんで、またね、2ヶ月後くらいに、9月くらいにね、次行こうかなと思ってて、それに関してはまたインスタだったりで、あとライブとかでね、発信していこうと思うので、まあ、今後ともともよろしくお願いします。じゃあまた今日からね、元気に東京で離れていきたいと思います。じゃあまたこんな感じで次の動画で会いましょう。じゃあ